やべえ男？ JRA の競馬が好きな私は、の新 CM がヤバすぎると話題になってる件に対するみんなの反応。競馬の好きな僕。やべえ男は結局やべえ女とは競馬場で隣り合っただけっぽいですね。両者の背後に必ず潜んでるストーカーはマジで謎の存在すぎます。やべえストーカーはどっち狙いでしょうねー。やべえ男はまだ社会に適合できてそうじゃないですか？そんなやべえ女が社会に適合できてないみたいな。グッズもまだ買い始めって感じですし、やべえ女と違って外に持って行ったり身につけてませんからね。やべえお一応会社員なんですね。働いてなければ競馬できませんからね。というかやべえ男はまだグッズにはまり始めたところで沼に片足使ったところって感じです。やべえ女は沼の主です。やべえ男初めて見たけど、やべえ女と無関係なのなかなか面白いですね。やべえ女に男がいなくてよかったです。いたら花や草に生まれ変わるところでした。やべえアニメやってほしいです。普通に気になります。育ち棒の人が気になって夜しか眠れません。これ以上オルフェを怖がらせないでやってくれ。嘘でしょってなった。まさか競馬のやべえ丸のシリーズ化するとは。怪物やべえ女の CM が流れると正直結婚したい女と書き込む音声民脳が破壊されずに済む。どこにでも現れる平安貴族は何なんだ。競馬が好きなマロは。よし、じゃここで初代ターフィー君を一つまみっと。後ろの平安貴族は何者なんですかね。やべえ貴族。いつかストーカー視点もやるんか。やべえ女さんと比べたら男さんはまだ常識的なのでは。この人いつも競馬場で会うな、ぐらいの関係性。どんな頻度で競馬場行ってるんですかね。やべえ女さんのヤバさを際立たせてない。この女と男が偶然隣り合うとか競馬場っておっかないところなんだな。やべえ女に比べたらやべえ男は全然まともに見える。やべえ馬娘はいつ出てきますか。やべえ女が前より悪化してるからやべえ男が普通に見えて仕方がない。悪化言うなし、まあ悪化してるが。男さんは競馬場や電車で競走馬グッズ見てるだけで、一般の場では普通の見てくれだからな。やべえ女さんに肩を並べるには超えるハードルが多すぎる。動画止めようとしたらやべえ男編が始まってくさ。やべえ男の方は普段のファッションに合わせようとしてるから、まだ正気を保ってる。困惑。本命一択追わない一発の字面だけでもう笑ってしまう。外人が来てそう。やべえ女って言われてるけど普通のぬいぐるみ好きな女の子やん。普通のぬいぐるみ好きの女は複数のぬいぐるみ持ち込んで電車に乗らねえんだわ。やべえ平安貴族はまだ性別不明だ。でもしばらくしたら結婚するんでしょ。やべえ配合。やべえ女の2024。牧場長に危険な配合ですが、って言われるやつ。ちょっとこれは危険な配合です。無駄にいい声してるのがムカつきますね。早くやべえやんごとなきお方編を出すんだよ、悪しろよ。無関係だったのか、やべえ女ファンも胸をなで下ろしてるな。脳を破壊される覚悟の準備をしておいてください。やべえ奴ら。やべえストーカーって男の方をストーキングしてたのか。ここ見てアイドルホースナイスネイチャー発売開始したの思い出して注文できました。こうなるとがぜんやべえ母父が気になってくるな。母父園田のおっさん。トシ君はどこになるん？ JRA さん、やべえ男女のフィギュア出してくれませんかね？やべえ女のアクリルスタンドはあった気がする。なんであるんだよ怖えよ、困惑。やべえ女が聞こえぜいも一安心。まだ理性を保っているじゃないか。まあ、続編で発症してそうだけど。やべえ男よりその後ろにいるやべえマロは誰なんだよ。もはややべえ町だよべえ課長かよ。競馬が好きな私は新 CM でも盛り上がる。無駄に出来が良くて草。ラーメン届いたらスマホはしまえ。センス男は何なんだよ。あれは、マカヒキくん。本命男と呼ぼうと思う。やべえ男はどこ狙いの供給なんだよ。やべえ男やべえ女で派遣を狙っとるんや。
やべえ女に比べたらまだやべえ男の方が真っ当な競馬の楽しみ方してる。描写見るあたり普通に働いてるっぽいな。一瞬スーツの感じがブレザーに見えて高校生かと思った。そもそも競馬だった。高校生が競馬をしてはいけないなんてナイーブな考えはやめるんだ。電車にぬいぐるみ持ち込まないだけまともに見える。もう公式も遊んでるだろこれ。もしかしてセンス野郎の本命こっち。やべえ女のストーカーではなくやべえ男のストーカーだった。本命男と平安貴族の BL 展開、ってこと。センスで顔隠してるのがほんと良くない。本命ってそういうことかよ。これもう暗殺者かなんかだろ。やべえ男やべえ女をしてる角中かもしれねえだろ。じゃあやべえ平安貴族じゃん。赤の他人二人を押しカプは、やべえとか通り越してるよ。育ち引退して気が触れちまったんだよ。競馬男子なんてギャン中やんけ。けて、助けてくざいまし。やべえ女 CM 第2弾の時はメンコに黄色い文字なかったからまだジェンティルドンな説を否定できた。やべえ男 CM は明確にメンコに黄色い文字が刻まれたせいでジェンティルドンな説が確定してしまった。やべえ女ほどのインパクトはない気がする。やべえ女級のインパクトがあったらまずいだろ。まさかの僕。ランチの写真撮る構えしながらターフィー通販クラブ見てるのはなかなかヤバの領域に見えるが。普通の競馬好きのお兄さんなんだよな。センス男、なりきり馬キャップ育ち馬優先ポンチョをどこの場面でも身につけてるの怖すぎる。平安貴族編もはよ。まだ現段階だと競馬好きの高青年してる。それが競馬場で出会ってしまって。そっちの需要も狙ってるんだとしたら草生える。これがちょいヤバ男子か。今のところのヤバさ度合いは平安貴族やべえ女やべえ男ってとこかな。平安貴族はやべえ女ちょっと超えてない？休み時間に調教 VTR 見てるかもしれないだろ。ただの馬券おじさんやんけ。競馬場にぬいぐるみ持って行ってるの以外はかなりよく見る光景では？でもこいつやべえ女といると馬ぬいぐるみ競馬場に持ち込むやべえやつだからな。彼女の趣味に付き合ってあげるいい彼氏かもしれないだろ。やべえ男やばくないとやべえ女やばいが結婚する可能性。これってもしかして同じ電車の中。スーツ着てるのにこんな空いてるのはやべえ女がやべえことにより座席を確保できるからだった。育ち帽子貴族とやべえ女の隣に座れるの気も座りすぎてて笑う。こいつやっぱりやべえ男なんじゃ。やべえ奴らは惹かれ合う。平安貴族が現れるのやべえ男絡みの時だけ？いやなんかカフェで一回平安貴族いた気がするやべえ女の時に。ドキュートコラのせいで元の画像に違和感がある。作れと言われた気がした。やべえのに挟まれてちょい体すぼめてるのくさ。強めの育ちファン、でも口元センスのせいで平安貴族呼ばわりされちゃう。ダサティ、ダサ帽子、シャツインパンツ、スリーアウトといったところか。今時シャツイン攻めるやついないだろ。待てよセンスが女の子の可能性もあるだろ。平安貴族女の子説という大穴にかけるわ。電車の中でまた開いててガタイも良さげだけどまだ可能性を諦めない。やべえ男とやべえ女が兄弟とかの可能性あるよな？男が割と普通の競馬好きぽいもんだから、平安貴族のヤバさが際立つ際立つ。そこまでヤバくないのにやべえ女のせいでついででやべえ男扱いされる言うほどヤバくない男。やべえ女、まともな男、平安貴族。普通にまともなやつだったか。それはそれとして平安貴族の人何もん。普通にイケメンなのがまた面白い。本当にまともならやべえ女の隣で競馬観戦しないと思うんだ。こいつらと同じ車両いたくねえよ。ナチュラルに平安貴族が浸透してて芝。平安要素口元にセンスだけで臭いや十分だわ。平安貴族競馬が好きなチンは、やべえ女編にもいるけどやべえ男編での主張が強すぎる。やべえ女はやべえんだけどまだ見ててうわ。ってなるくらいの熱狂的ファンの範疇だが平安貴族はもうガチの不審者なんだわ。男は服とか帽子までグッズで揃えて実際に着ていくけど女はそこは普通にオシャレしていくのがなんかリアル。
やべえ女もやべえ男もまだ一般社会に生きる者の格好をしているけど平安貴族のは何なんだ。いや確かに平安貴族やべえ男がいる時しかセンスで顔隠してないんだよな。もしかして平安貴族はやべえ男の顔見知りで競馬やってること見バレしたくないのか？平安貴族はやべえ男に顔を見られると正体がバレる存在。まさかの身内？やべえ男の表情は普通に楽しんでる感じなんだけど、やべえ女の表情はやっぱなんかやべえんだよ。目が荒ぬ方向に行ってる気が。マジで恋する平安貴族なのか。いやマジでセンス男はどういう意図で書いてるんだ。恋物語や伏線だ。早く平安貴族編を公開してほしい。平安貴族のガチ考察始まっててダメだった。平安貴族×やべ男。平安貴族はショッピング中のスマホ覗き込んできてるのが怖い。やべえ女も男も衣装違いもらってんのになんで平安貴族だけ一丁羅なんだよ。オルフェとドンナが娘化したら絶対この二人とのファンアート書かれるんだろうな。なんならジャングルポケットみたいにイベントで出てきそう。お前ら前回までやべえ男と平安貴族がやべえ女を取り合うとか言ってたやんけ。これで平安貴族変なかったら笑うぞ。いっそこのまま背景キャラで言ってほしい気持ちもある。勝手に設定が膨らんできてて草。まさかとは思うがこの二人全く面識ないまま鉢合わせしたのか？競馬場で生まれる感情もあるでしょ。ここから新たに始まるストーリーよ。やべえ女の部屋とやべえ男の部屋を見比べて同棲してないか確認したよね。大丈夫そうだった。やべえ男はジェラルディーナとエヴァンジェリーナが同時期に引退して今頃泣いてると思う。奥義男子はやべえ女とやべえ男の何なの。やべえ男とやべえ女がウオスカポジなら奥義男子はマーちゃんかー。我鍋に閉じ蓋という言葉に収まらぬ二人。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。